これまでのバイオハザードリベレーションズ。あれ今日誰が言ってた？俺たちも近辺海域に入った。船内のホールで合流しよう。このゼノビアに隠された謎、我々が求める真実を。真実だと？ジェシカ、なぜ撃った？レイボン、なぜだ？どうしてお前がベルトロを語った？どういう意味だ？探せ、テラクリジア、真実を。これがゼノビアに隠された秘密。ほんと毎回かっこいいよね、このこれまでのバイオハザードリベレーションズ。ダンテですね。もし我が言葉が噛みちぎった裏切り者の仕業、を、弱に示す果実の、身となるならば、それをお前に語り、共に涙を流そうではないか。No way out って書いてある。全然わかんないけどね。さあ、こっからだな。なんかボスとか出てきそうだと思ったけど、なんか別のところに移動したぞ。出たよ、陰キャラ。嫌いじゃない。全然陰キャラじゃないか、この人。さすごい、めっちゃ凍えてるけど。ノリノリ。ついに見えてきました、この事件の裏が。空港のアジトに戻りましょう。急がねば。おいおい、急いでる割にお茶飲んでんじゃねえか。何なんだこの二人は一体。動体はすでに撤退かよ。なのになんで俺ら。大丈夫、バックドアは構築済み、どの端末でも侵入可能なわけです。だからなんでそいつを先に言わないんだよ。私の論理展開が正しければベルトロの存在自体がそもそも、いや、まだ憶測だが。おい、マジかよそれ。まだ決めつけは軽率ですよ。今は捜査あるのみ。サムネ決まったわ。今回はこのサムネでいきましょう。おお、なんか久しぶりじゃん。早速 PC を探そうぜ。未調査区画を探しましょう。こっちです。はいよ。高性能 CPU 搭載機があればモアベターなんですがね。ショットガンでいきましょうか。ないね。先に行かれた。ここにはもう敵はいないのかな。いたー。ベルトロの仕業か。ここにベルトロはいませんよ。はあ、わけわからんこと言ってる場合か。どこにでもいるんだもんな、本当あいつら。ベルトロに復活されると都合が悪い人間がいた。それを揺さぶるため彼はこのアジトを。いや、今はこれ以上の憶測はやめましょう。なんでよ、言ってよ。お、いいね、補充されてる。これだけ銃の弾があるっていうのもなんか不安だけどな。の真ん中のは開かないのか。
ここ。これか。で、これか。あれ、これじゃないか。もっと奥。人が死んでる。さあ、行きまっか。この先へ。みんなさ、あんまり怖がってないんだよね。こんな化け物だらけなのに。なんでだろう。日頃どんな訓練をしてるって言うんだろう。うわぁ、出そう。うわぁ、めっちゃ出そう。ちょっとやばいんじゃないこれ。脱法ハーブもあるし。お、あるね。いいね。グリーンハーブ。お、めっちゃ見つけるやん。え、あ、これ入れ替えてるだけ。え、どれがいいかっていうと悩むよね。あのね、ショットガン交換してライフル、マシンガン、まあやっぱショットガンかな。うん、あれこそ MB28 シリーズ、完璧な展開ですよ。グラインダー端末まっしぐら。猫にまたたびクエントに PC だね。さてと、これ何？あ、ロケットランチャーじゃん。起動しない。どうしたクエント。どうやら電力が足りません。MB28 は大ぐらいで有名で、発電機ぐらいあるはずです。探してください。了解だ。お前はそのまま恋人を抱きしめてればいいさ。発電機を起動する。錆びついてればいけんのか。おお、MB28 のフルパワー稼働にはまだ電力が足りませんね。もう一つくらい発電機ないですか。これさ、もう絶対敵でんじゃん。グリーンハーブこんなあるのおかしいもん。電撃グレネード、水でも出てくんのかな。さあ、こっからだよ。戦うのか。フルパワーで解析開始です。これ撃ったらまた爆発とかするの、するのかな。まだですよ。膨大な暗号化乱数を解析するには時間がかかります。とはいえ、私と MB28 のコンビならばあと数分といったところですが。マグナムパイソン、待って、マグナムパイソンも魅力的だけど。ん？来たねー。こいつら俺に任せろ。上からっすか。あれ、どこ。くそ、そしてはさっきから俺らが標的みたいじゃねえか。そうなんじゃないの。厳しい。どういう意味だ。私が今ハッキングしているのは FBC サーバーの人流領域です。墜落の調査からたどり着いたのは偶然ですが、この攻撃で勝ちました。この情報こそが本命です。だからこそ今邪魔されるわけです。やばい。まだか、ケント。まだかい。28%。まだ 28%。 お前と恋人の単語は。やばいよ。頑張って。ちょっと待って、パニクる、パニクる。弾入れて、弾入れて、間に合え。いいね、2体同時にいけるのいいね。ちょっと回復しよう。お、え、ちょっと何勝手に上上がってんの。ええだよ、本当に。
急げよクエント。ほんと急げよ。バッチリ手強くないんだ。いいね、気持ちいい。ちょっとめっちゃいる。ちょっと弾がもうない。ショットガンの弾がもうないよ。あの爆弾ちょっと視界が悪いから回復はこまめにしていくか。いい加減きついぜ。あと少しです。雪山で遭遇したインビジブルタイプを投入させて。いやー、気づけて。焦りすぎて涙が出るぜ。ちょっと待って、そっちには行っちゃダメ。いつの間に出てきたの？透明のやつか。え、また弾がなくなった。ちょっと。いいね、気持ちいい。超気持ちいい。でも待って、電撃グレネード使うしかないか。みんな気を紛らわされるからね。いやー、自分も食らっちゃったじゃん。でもまあ倒したからいいとしよう。倒した倒した。これで安全ですね。あ、真実の扉をノックしますよ。やった、やった。疲れた。マジ無言、マジ無言。ほんと申し訳ないわ、全然喋ってね。もうここは早送りだわ、ほぼ。なるほど、そうだったのですね。どういうこと？分かったのか、ベルトロの正体。ある意味では答えを得る手段はただ一つ。その当人に聞いてみましょう。ん？やっぱ大木戸？ああ、こちらフォークボール、オブライエンだ。はあ？それ何？代表が正体？オブライエン代表、すべて理解しました。ベルトロは復活などしていなかった。すべては捏造。その首謀者はあなたですね。同時にベルトロを語ってまで揺さぶり動かしたかった人物がいた。ああ、だいたいそんなところだ。さすがは私の優秀な部下だよ。彼の残したログを解析した結果は、代表にはおそらく有用なデータではないかと。何？確認させてくれ。はい、即時送信します。どういうことですか？コネクションエラー？気づかれましたか？何？もう弾ないんですけど。いや、もう 100% いったっしょ。え、
フレッド、キース。わあ、仲間が。お前たちのことは忘れないよ。船越英一郎に似てる。何かがでも後ろでダウンロードされてたけど、あれは何だったんだろう。わあ、まだ行こう、まだ行こう。まだ15分ぐらいしか経ってないっしょ。まだ行ける、まだ行ける。わあ、でもどんだけな感じだったんだ。どんなこと、どういうこと？生きてんのかな？これが全てウイルスなの。絶望。どうしたらいいのこれは。中和させる薬とかあるのかな。絶望なんですけど、あれが海に流れたら。てかもう海に流れてんじゃないの。沈み始めてるんでしょ。流出を食い止める方法を探さないと。ああ、研究施設の制御システムを探せ。流出を止めるって言ったって開かない。怖すぎるでしょ。お、これもまたタッチか。よし、なんかいそう。なんか出てきそう。マシンガンの弾今いっぱいか。ちゃんとこれ使ってこう。怒られるから。ほい、あれ、ハプナムの弾。まだあるぞ。あ、待って、ダッポハバル。これは何？関係ないか。おお、マシンガン弾薬ケース、ありがたい。これでこれもゲットできる。これはマグナムだから無理。他にはもうなさそうだね。これか。あ、ハンドガンの弾。脱法ハブ3つ目、嬉しいね。しばらく敵いない感じかな。またちょっとストーリー進めていく感じかな。ここにもいないね。ライフル、これは何。マラコーダ開発経過資料。コードネームマラコーダの開発は全くの偶然から出発している。お、海洋生物 BOW 研究の過程で我々は様々な魚類に T アビスによる感染実験を行ったが、その中の一匹がハダムシ病に感染していたのである。ほう。ハダムシ病は魚類寄生虫病として有名であり、単生類カプサラカベネデニアアカのハダムシを原因体としている。全くわからない。マラコーダはこのハダムシが、宿主と共にティーアベスに感染したことで特異に変化したものをベースに BOW として開発改良したものである。マラコーダの幼生は小さく1センチほどだ。その小さな体を生かし宿主に寄生すると、幼生はまず特殊な体液を分泌させて宿主をウイルスに感染させてしまう。すると宿主もろとも自らも巨大化させながら生体へと成長していくのだ。怖っ。おそらく T アビスと分泌物が相乗効果で、新陳代謝をブーストさせるのだと考えられる。生体サイズは宿主の大きさに依存する。危険なため実験ケースはないが、もしクジラ目化のような巨大生物がうわー、怖すぎる。それは怖すぎる。これはなんだ。ベルトロ工作員の日記。作戦を成功したテラグレジアに地獄が顕現したのだ。散布したウイルスとそのバイオハザードによって町は滅び去ろうとしている。 FBC の部隊が投入されたが、その戦果は生物兵器の前では語るに及ばない。まあね、もう人外の勝利だよね。我らベルトロの目的は完遂された。
この世こそが地獄であると今こそ人類が気づく時が来たのだ。人々よ、目を開け世の真実に目を向けよ。いや死ぬやろ普通に。船内でバイオハザードが発生した。ウイルスにより同志らは次々と化け物になり、化け物が化け物を生み出す連鎖が続いている。なぜだ、地獄を見るべきは我々ではなかったはずだ。そうは言ってもね、ウイルスはウイルスだからね。セミラミスの状況も同じだと連絡があった。あ、姉妹船ね。すべての船で同時にウイルスが、わー漏出。もはや偶然を思うべくもない。元より仕組まれた結果、そう我々は同化だったのだ。誰が、我らベルトロに裏切り者は存在しない。であればあの協力者、銀髪の男だ。奴だけがここにいない。どうすればいいのです、ノーマン閣下。我々を導いて。髪は途中で破れている。そういうことか。完全にだから銀色の髪ってあの人だよね。オブライエンって言ってる人だよね、いつも。これ開いてると、冷凍保存？あ、やべ。なんだなんだ？いやー！まさか起きてくるとは思わなかった。気持ち悪っ。 1% かーい。これもここには何もないのかな。なんもない何だったんだあいつは一体。あ、なんかこの奥になんかあんのかな。見当たらない。うわーすげー、これ最終ボスいるんじゃない。システムのようだな。いけそう。いけない。中和プログラムを起動できそうだ。あ、中和プログラムとかあるの。私は施設内で認証コードを探すわ。頼む、俺はシステムの解析を進めておく。認証コードを探す。ロケットランチャーってどうなん実際。待って、ショットガン M3 とかあるんだけど。私ショットガンが好き。だから使わないやつから全部取ってショットガンにつけよう。さて、認証コードは。おお、分かってる、任せて。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いろいろ探させて、一旦探させて。そんななんかすぐ行ってらっしゃいみたいな感じじゃないっしょ、これ。ちょっと上になんかあるから、これちょっと取ろう。ショットガン、マグナム。またあっちにもなんかある。これはもう万全にしていかなきゃいけないやつや。
流れ込んできてんだよ。どうしよう。時間がいい感じなんですよね。今回はじゃあここまでにしましょうか。ちょっともしかしたら早いかもしれないんですけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。さあ、今回の動画いかがでしたでしょうか。いやー、次回が実に気になりますね。というそんなあなたにおすすめしたいのがチャンネル登録でございます。パソコンで見ている人はこのクリックマークをクリック、携帯の人は動画説明文のここを押してください。そうすると次の動画の更新がすぐね、すぐ分かるようになりますのでね、チャンネル登録していただければ、木野さんも大変喜ぶらしいので、ぜひともよろしくお願いします。